こんにちは。こんにちは。今回ですね、自分、車を買ったわけですよ。今回は車をご紹介したいと思っております。皆さんにはね、非常に辛い思いをさせてきました。なぜなら、あのボロボロの軽バン、あれでね何年もやってきたわけですね。はい、これはその説は本当に申し訳なかった。ね、節約節約でやってきたもんですからね。まあ、でもとうとう我がアンコアワーズにもですね、大きな車がやってきました。やったー。はい、今日はゲストの藤木かなちゃんもね、はい、迎えて、こんにちは、車を紹介していこうと思っております。はい、こちらになります。うわでかいすごい、でかい、いかついでしょ。ちょっとこれ消しといて。ちょっとこれ消しといて。ちょっと先に。やばい。これ脱ぐといて。新しい、ね。しかもさ、毛もついとるっていう。カビ生えてんじゃないこれ。まあいいや、あんま取らんで、あんま取らんで。あの中古ですけど、ハイエースを今回購入しましてですね。はい。はい、で非常に相場が高かったんですけど、なんとか3ヶ月ぐらい、オークションで狙って。知り合いの車屋さんがね、経由で、オークションで狙ってなんとか買えました。はい、ということでざっくり見ていきましょう。わーい、すごいね。はい、なんか足りない気もするけど。ここね、何かが足りない気もするけど、エンブレムね、まあ全オーナードキュンですね。はい、まあ変わっとるとこといえば、まあ、ボンネット変わっとったりとか、ね、なんかすごいぼっこり出てる。あの、ほんまや、こういうのじゃないんだ。こんな感じになってるよ ね、 ね、鼻がない人こんな感じになってる。これが、まあ、こんな感じになってて、うん、あー、ほんとだ、わかりますか。これがもうちょっとこうなんですけど、こうなってるっていう。まあ、これは全オーナーの趣味で変えてたみたいなんですけど、こわもてっぽい。そうですね。まあ、この車買った経緯は、もともとボロボロのバンを買う予定だったんですよ。ボロボロでもうみんなめっちゃ汚れるやん、だからボロボロでいいやって言ってて、ボロボロ探してたんやけど、なんやかんやこれでいいですか、これでいいですかって言って、あ、ちょっとって言ってたらこうなっちゃった。こうなっちゃった、はい、結局綺麗なのが欲しくなっちゃう。まあ、結局綺麗、うん、ってことでウインカーミラーがついてったりとか。はい、まあ、不思議これ。なんかこれも後付けみたい。へえ。これも全オーナーがドキュンのおかげ。ドキュンのおかげ。じゃあちょっと開けてみましょう。おお、カメラ入って入って。おお、すごい。絵でしょ。まあ、ちょっと、ね、ちょっとシートカバーやけど。シートがすごいなんか。そう。で、スーパー GL のなんかプライムセレクションみたいな。ちょっといい、ちょっと中がいいんだって。いいんだって。うん。で、ちょっとカメラってね。はい、まあ、中はこんな感じでコンビハンドルついとったり。まあ、パネル類とか、まあ、ナビもでっかいのついてたりとかですね。 LED やね。まあこんな感じで、なんで今回、スーパー GL だったかっていうと、もう圧倒的にこの理由がここに入ってます。じゃん、ダブルエアコン。すごい、もう後ろの席いつも汗たらたらだったんよ。そう、後部座席暑いのね。その説は申し訳なかった。ずっとこれ夏場ね、たらーって、あ、前涼しそう、たらーだよね。で、これがスーパー GL だと、このシートもしっかりしとるし、これがデラックスやとさ、なんかこうベンチみたいな、よくあるバンのようなシートなんだ。広い、広いでしょ。乗って乗って、リクライニングあるよ。どんちゃん乗って。お邪魔します。みんなよかったら乗って乗って、え、見て見て、いて。こっちごめんわ、天井。ちょっとどんちゃん、どんちゃん、ちょっと待って、違う、ここ撮影、ごめん。見て、買ってすぐこうなるんだから、もう。ちょっと言わして、これみんな乗ってみ、これここステップから。ちょっとどんちゃん、両足ずつ。どん、待った、タイム、どん、もういいや、どん、もういいや、いいよいいよ、もうどんちゃん乗せるってこういうことやから。広い。すごい、一気に。違う、それ撮影する場所もね、ちょっとごめんね、ここ砂、めっちゃ砂なんよ。しょうがないね。
しゃないしゃない。ヤ君が今日こうやってやるから。じゃあ続けましょうか。はい、はい、いいよいいよ。泥棒が入ったみたいな。ね、泥棒入ったみたいになってるよ。もういいやいいや。ね。帰りにちょっと洗車していこう。洗車、中洗車。中を。はい。でこんな感じで、なんかエンブレムがついております。スーパー GL の下にこのプライムセレクション。なんかちょっとだけいいみたい、これは。俺もそれは狙ったわけじゃなくて、なんか車屋さんが気利かして買ってきてくれました。なんかすごいこの形。そうそう、これもなんかなんか、なんかこの押して潰されたような形してる。なんかね、すごいよね、これもね。なんかマークシートみたいじゃない。はい、あ、じゃあマークシートあったりそうそうそう、こうピュってダメよ。ある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 。で、テールも、テールはちょっと僕が変えました。ちょっと汚かったんで、テールを変えた。すごいね、なんかかっこいいね。でしょ、うん、3万円ぐらいで買えたから。現オーナーもドキュン否めん、そこは否めない。怒られる。これ、あれ大丈夫、ウインカーとか出したらさ、テテ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 みたいな。それが、本当はこれなるバージョンなんやけど、ならんようにしてまった。わー、よかった。よかったね。かっこ悪いやん。タタタタタってなるんかと思って。ちょっと、踏んできて。あ、踏んできて。うん、ウインカー出る。エンジン、おお、ピカッ。あー、光ってる。おお、ええでしょ。あー、よかったよかった。でしょ、あの流れないでしょ、うん、デコトラみたいに。大丈夫でしょ。安心しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アンコアワーズテテテってやつテテテ、アンコアワーズドキュン決定みたいな。ってことで、この車の真骨頂はこの中にあります、はい、うわベッドでございます。おー、いいね。もうなんか寝た形跡みたいな感じ。はい、寝ましたよ。枕がある。一度寝ましたね。なんでこれ跳ね上げ式になっとって、いらん時はガチャって跳ね上げて、ここにこうなるんですか。そうですそうです、で、ちなみにポータブル電源も装備しているので、うん、まあ、これでね、充電類はバッチリと。おー、いいね、うん、住めるね。詰めるでしょ、ね、うん、荷物ガチガチに入れても全然人一人寝れるぐらい。いいね、うん、すごい。あれです、だって後部座席でも最悪一人寝れるじゃん。寝れる寝れる。ここで一人寝れる。全然いいよね。ここ一人寝れるじゃん。そうなんですよ。この下も一人寝れるじゃん。そう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 。ちょっとかわいそうだなこれ。しかも寝た人がこれ閉めるじゃないですか、うん、ここから開けれる。あー、すごいすごいすごい。はい、もうキャンピングカーに近いね。ね、もうだってさ、上のさ、ハンガー掛けもなんかもう、うん、出来上がっちゃってんだけど。そうなんですよね、これもね、あると便利。すごい広い。で、プラスここに AC 電源があります。おー、 AC 充電できちゃう。これオプションらしいけど、電源がある。充電もできちゃう。コンセント。そうですね。すごい。はい、もうやっと来たね。ドキュン様様やね。ドキュン様様だよ。おお。そうそう。これを狙う。元からですか？はい。元からですか？元の元々のドキュンさんが。ええー。あの全ドキュンがちょっとつけてくれましたね。シャドウキュンしてた。このカーペットも。カーペットも全ドキュンさんが。ドキュンさんありがとう。本当ドキュンさんありがとうですね。これはヒッチメンバーですか？あ、これなんか違うと思うんですよ。あ、違う。ヒッチメンバーはこっちなんで。あ、そこれ。これはこれは。これは。あ、それこれか。これこれか。天然入った。そう、一回乗ってみたら。あ、つけてるつけてる。これドンちゃんだけ悪者にすんといて。入ってみ。ドンちゃん乗ってみたら。もうやだ、もうみんなしてここ砂砂だから。ああ。ドンドンちゃん。ドンちゃんちょっと待って。ドン降りろ。ドン降りろ。ドン待て待て。ドン降りろ。ドン待て。ドン降りろ。マジで降りろ。マジの役。あかんってドンちゃん。いいねこの踏み心地。笑えねえよ。みんな笑ってない。みんな笑ってない。乗ってみる、やだって言ったのに。そうだな。え、寝転んでみて。寝転んでいいよドンちゃん。寝転べる？待て待て、一回、ね、一旦これ脱ごうか。ちょちょ、あのね。一旦これ脱げ。一旦これ脱ぐんだ。はい。よいしょ。こっち足乗っけるやつでいい？じゃあ逆でしょ。これ足乗せ枕。接骨院か。こ
このまま病院に運んでって救急車かこのままここで手つないで運んでってほしい。これ救急車かすごいすごいすげえショックだな俺これ乗れって言って乗ったら絶対そうなるの分かっとるやん想定外についたそこ行くと思わなかった。そう靴脱いで上がるかなと思った俺も靴脱いで上がるかなと思ったしかグリグリってやくんタイヤにもちょっとこだわりがあそうなんです こ, れ、まあ、こだわったわけじゃないけど、うん、タイヤが純正やったから、うんまあ、新品買いがてら、うん、デイトナのこの16インチのホイールにしてみました。見た目かっこいい。これすごいねこれ。あいい素材使ってるわわかるんですかわかるんですか音でわかるでしょこれ。なかなかいいでしょ、うん、ただいいただ若干塗り心地が悪くなった。ガタガタガタってします。だから純正に戻そうか今あの考えてます。バインバインってなる。バインバインは純正の時になるんやけど、うん、ちょっとコトコトコトガタガタガタって硬いんだタイヤが。硬いというかなんかやっぱね純正が一番やね。おー結果ね変えたのにそうそうはい。エンジンかけてみてはどうでしょう。あいいですか、うん、じゃあちょっとエンジンかけてみますか。まさかさ元ドキュンの車だからブルーンみたいな。あ後ろの音ねまさかブルーンっていくんじゃない。ここから火吹き出るかもしれない。ああ静か静か静か。デーゼルデーゼルディーゼルだからディーゼルだね。軽油だから安いんですよ。へで、試しに前回ね串本まで名古屋から串本まで広間ちょっと行ったんですよ。でいつも行ってるじゃないですか。あの時にいつも潔箱で荷物積んでバーッと行って帰ってくるとレギュラー60リッター使うんだ。はい。そうすると今の換算で、まあ、上下するけど1万円ちょっとかかる。でも軽油で40リッターしか使わない。へえこの車は燃費が燃費楽しい。で軽油が135円とかだったからそうするとえすごいじゃん5000円ちょっと。へえほぼ半額激安でした。すごーい。お財布に優しい。こんなに大きな車なのに燃費がいい。逆にすごい、うん、その道によってはね街乗りとか不利なとこもあるけど道によってはいいですね。なかなかかっこよげすくさげなたんだけどかっこよさげな車です。ただ今残念なのは見て泥棒が入った。泥棒やくやく大丈夫。そのうちあのスナック菓子とかいろいろ入るから。やくん今日帰りにうどん食べていい？うどん？うどん汁物。私の匂いよね。あのねあのゆくゆく汚れるのはいいんですよ。うん、ただ今だけは。今だけは。以上です。はい。はい、以上、新しく買った車のご紹介でした。はい。これで快適になると思います。はい。帰りにちょっとだけ走行の、映像を押さえて終わりたいと思います。はい。ですね、今帰り道でございます。いやほいいやほい。でもあれだね、ヤックンの言ってた通りさやっぱタイヤがコンコンコンって感じだね、うん、あそうね、うん、まあ、これ純正に戻すかもしんな、ね、い。そうすると不安不安になるんだね。まあ不安不安。あ、まあ、どっちもどっちかな。腰には優しいって感じですね。わかんないそれは。でも心地いいですね。なんか塗りやすいね。シートも座りやすいし。ヤックンシート本当に楽よ、うん、楽？ああよかった、うん、それは嬉しいな。あの、うん、直角じゃない。ああ直角じゃないよ。あ、うん、なんかもうそれだ、それを言ってもらえるだけで僕は戦いがあります。もうね、お腹にゆとりがあるんよ。前直角だとうーってなってたけど、うん、ちょっと斜めになることによってお腹のゆとりができる。よかった。楽です、楽です。じゃあこのまま安全運転でお願いします。やります。はい、お願いします。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も押しておいてください。ベルマークもお願いします。言わないの？おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。さあ言う言う。